ニーヤオートマタ2017年発売。ずーっと気になってたこのゲーム。物語とかゲーム性とかは全く知らないんだけど、とにかくキャラデザがエロいっていうことは知ってて、むしろそこ目当てで今プレイしてるみたいなね感じなんですけども、最近一作目のリメイクがリマスターかなが発売されて、そっちをやってみようかなと思ってニーヤの世界に入ってみようかなと思ったんだけど、いかんせんフルプライスでちょっとお高めだったんで、2作目となるこのオートマタがゴールデンウィークセールでね割引されてて、これは今こそ行くべきじゃないかと。でやっぱ気になるのがこのオートマタに出てくるキャラクター 2B、あの子がどちゃくそエロいよね。このゲームはオートセーブに対応していない。セーブ方法はゲーム内を探してください。ゲーム内を探す。わかった。なるほどね。ゲーム内、どういう感じなの。全然前情報がない。 2B がエロいってことしか知らないから、どんなゲームかを全くわからずやり始めちゃった。ただ2作目だけど1作目を知らなくても楽しめるってコスモさんが言ってたから、その言葉を信じてみようじゃないかと。あ、何？ユーザー名？オンライン機能で使用するユーザー名。ちょっと待って、じゃあ、はい。はい。いつけでいいか。はい。難易度。イージー、ノーマル、ハード、ベリーハード。敵からの一撃で死亡する。それはベリーハードだなぁ。まあ、ここは普通に、ノーマルで、言っておくか。制作がプラチナゲームズっていうところで結構ね、アクションに期待してる部分はあるな。あ、ちょっとオプションとキーコンフィグを見ておきたい。言語、日本語、カメラ。あ、結構細かくいじれるんだね。なるほどね。まあでもちょっとこの辺もとりあえずプレイしてみないと、どんな感じかってのがちょっとわからないな。キーコンフィグ。三角ヘビーアタック、四角スピードアタック、丸アクション、×ジャンプ。あ、で、R2 は回避。回避とアクションだけ覚えておけば大丈夫じゃない？そんな単純じゃないか。そんな単純じゃないか。大丈夫かな。これ結構、結構複雑そうだな。L2 ロックオン、L1 ポットプログラム、R1 射撃。まあやっていくうちに覚えていくか。とりあえずやってみっか。とりあえずの感じで始めちゃって大丈夫かな。できるかな。ちょっといろいろ不安だけど。いやでも楽しみ。お。滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に。すごいね。最初から何言ってか全然わかんないね。囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。すごいね。全然わかんない。何言ってか。不可解なパズルを出した限り、いつか私たちは弓を引くのだろう。わからんけどなんかかっこいいこと言ってる。こちら司令部、夜派部隊応答してください。夜派部隊、前期無事に清掃権を突破、自動航行システムに問題なし。 FF14 とねコラボしてるんですよね。それもちょっと気になってたところもあって。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。なんかエースコンバットみたいになってるんだけど、これはどういうこと。あ、早速仲間らしきものが。ロスト、電気マニュアルモード起動。一気やられた。すでに起動。移動操作可能。移動操作可能。あ、動ける動ける。おお、なるほどね。どんどんやられてんじゃん。すごいシューティングみたいだなこれ。装備 HO229 のキャンセラー効果なし。これが夜派部隊なわけ。
この皆さんが。前方に敵機かけ。火器使用を申請。火器使用の許可をします。火器使用。R は射撃。お、うわ、ほんとシューティングだなこれ。すごいな。何のゲームこれ。あ、R2 回避。回避。いや、ここはね、グラディウスで鍛えた腕の見せ所。あ、食らっちゃった。言いながら食らっちゃったけど。規定により、R2 回避、ね。隊長任務を継承。なんか。すげえ謎のゲーム。うわー、めっちゃいっぱい来た。弾幕シューティングみたい。三角ヘビーアタック。あ、ヘビーアタック。周りに防御みたい。あ、ヘビーアタック強い。あ、これ使用制限とかあるのかな。使用制限はなさそうね。弾も無限かな。周囲に敵機多数確認。何これ面白い。これシューティングゲームなんすか。お、かっこいい。すげえ、ロボットになった。うわ、ちょ、剣、斬撃。あれ、三角できなくなった。わあ、やばい、いっぱい溜まってきた。ちょ、うわ、弾は無限なんで、とにかく撃ちまくるのがいいよね。あ、今だ来た。なんだこれは。ほら。隊長、私。アヌビスみたい。仲間が全部やられてしまった。ロスト。なんとか B がみんなやられて、結局 2B。オペレーター6を。2B じゃない、2B。 2B ね。作戦遂行に支障が予想される。指示を。オペレーターより 2B、 現地担当のナイエスと合流し、これ乗ってるのが 2B なわけかな。早く出てきてほしいな、 2B。 うわー、すごい。何これ、この最初から意味わかんなさ、すげえな。おお、あー、怖っ。おお、ちょ、早い、見えない。おお、避けた、なんとか避けた。あぶねー。おお、すげえ、今度は本当に横スクロールグラディウスみたい。あ、赤い濃いやつはこの剣で壊せる。ほら、あっと。いや、これなかなかちょっと操作難しいな。というか、これ何のゲームなの。これほんと謎。あ、レベル上がった。このバリアも使用制限がなさそうだから、これもよし、なんとかいい感じじゃない。おー、ちょっと、すごい弾幕。これは斬撃で回避しまくる。よし、元をぶっ壊すのがいいのか。まあ、そっか、そうだよね。よし。うわ。めっちゃくるじゃん。なんだこれ。うわ、ちょ、三角、あれ、三角できなくなってる。ロボットモードの時はさ、ちょ、この子でしょ。おお、近距離攻撃装備。見え、チラッチラッ。
かっこいい。いや、ほんと 2B のキャラデザは超秀逸ですよね。このキャラデザだけで。あ、なに？あ、今度は、あ、ヘビーアタック。おー、ジャンプ。なるほどね。今度は 2B を使って、これアイテム？ああ、でもやっぱ敵の攻撃もシューティング感あるね。へえ、危ね危ね。 R2 が回避。あっとちょ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 、結構クラッチした。いやー、これ結構操作に癖あるよ。でも近接の方が強いか。近接の方が強いのか。ほうほうほう。いやー、 2B かわいいなー。あれ、なんかでかいの来てるよ。回避。え、敵がどこに。あー、こっちだった。ほらほらほら、危ねえ危ねえ危ねえ。強い強い強い。うん、倒したのか。あ、倒してる。おお、敵の破壊を確認。でもね、アクション性がやっぱ面白い。この前までやってた鬼武者じゃないけど、なんかバッサリ感がいいな。あれ、ボス、何、なんだこれ。目標大型兵器。当該敵は目標ではない、速やかな排除をする。ほら、うわー、めっちゃ食らった。ほらほら、え、これガードってどうやんだ。ガードってないのかな。 R2 って避けあ、避けたのか。いや、食らってんな。でもなんか使ってる。自動アイテムも使った。うわー、まためっちゃ飛ばしてきた、ピンクの。うわ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 。え、これどう？レーザー通信回復。どうすんの？当たんない。なんか喋ってるけど聞く余裕ない。聞く余裕ゼロ。あ、よし、入った。よいしょ。遠くにいるときは遠距離攻撃で、近くに来たら近接。あー、あった。これ食らっちゃう。ずっと遠距離でマシンガン撃ってた方が安全ちゃ安全か。で、突進してきたら R2 でかわすってこと。うーん、剣が当たらない。剣が、うわ、危ない。あれ、避けたと思ったんだけどな。あ、でも自動で回復アイテムだよね、多分ね。アイテムを使ってくれてるのはありがたい。来る、危ない。よし、きれい。あ、やっぱでもね、斬撃の方が全然強い。よー、あった。近くに来た。今がチャンス。よし。合ってんのか、これ。やり方合ってんのか、これ。合ってんのか。よし、ここで剣を。あ、強い。うわ、危ない。これは無理だろ。危ない。あ、でもここで、ほら、よし、行った。ふう。言うても、でもまだ全然チュートリアルだよね、ここね。いやー、ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。初タッコが出てきた。レベル3。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。名前覚えられっかな、これ。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか。違う、
単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。ほうほうほう、大データが欲しい。あ、こっから。これってマップとかって見れるのかな。メニュー、セーブは現在はできない。あ、マップビューモード。はあ、ここまで行けばいいわけね。わからないな。まあでもとりあえず道なりに進んでいけばなんとかなる。クエスト、アイテム。あ、これだよね。さっきからちょいちょいダメージ受けるときに、なんか書を使うみたいな感じになってた。これをちょいちょい使ってたんだ。物理攻撃力アップ。あ、15秒間だけか。何配送溶断ボールって。なんだろう。わかんない。わかんないけど、レトロレッド、レトログレー。まあ、いや、とりあえず、あ、ウェポン。ほう、白の契約、白の役手。よくわからんけど、この刀で、とにかくどんどん突き進んでいけばいいわけね。スキル。ポットプログラム 6%。 ポットプログラムって何？レーザー。ほんほんほん。プラグインチップ。なるほど。これは予想以上に複雑そうなやつですね。あ、敵かわいい。よく見ると敵かわいい。よし、とにかく進んでみるか。ほら、いやでもね、やっぱね、アクション性がすごいいいな。かっこいい、スタイリッシュだよね。ん？ L2 ロックオンの R1 射撃。おお、なるほどね。 L2 ロックオンか。 R1 射撃。いっぱいいる。 S ロックオン。危ない。あ、 L2 ロックオンで、いや、これは射撃だな。よし。あ、これアイテム、水晶。何に使うんだ。うわー、なんか来てた。びっくりした。なんかいる。お金20ゴールド。へえ、結構 RPG 的要素。あ、すげえ、この上とか行けたりすんの。へえ、グラフィックすげえな。でやっぱ 2B エロいな。この目隠しがいいよね。なんで目隠ししてるんだろう。いやでもこの目隠し感、あと胸元の開き方にこだわりを感じる。あ、なんか屈伸。エロい 2B、で横にいるこのマシンガン撃ってくれるのがポットね。なるほどね。いや、このキャラデザはほんとすごい。俺結構アンドロイドキャラって、女性アンドロイドって好きで、ゼノサーガとか大好きだったんですよ。コスモスはときめいたね。多分コスモス好きな人ってなんか落としてる。あ、いた、なんか来てる。多分コスモス好きな人ってこのゲーム 2B 好きだと思うよ。あ、アイテム落ちてる。あ、なんか奥にいっぱいいる。
あー、いっぱい撃ってきてる。また弾幕、弾幕来てんな。いやこれ、あれどうやんだっけ、どうやんだっけ。あー、なんかちょ、あれ、ロックオンどうやんだっけ、ロックオン。いや、これこれ操作慣れるまで結構むずいな。結構食らっちゃう。あ、これはお金は取っていこう。いやでもこのグラフィックと BGM のこの世界観、なんだろうこれ、なんかたぎる、すごいテンション上がる。あ、アイテムは取っていこう。ジャンプ一つ取ってもすげえスタイリッシュ。いいね。見て今の階段の上がり方。あ、普通に上がってる。でもなんかルビーさん、かっこいい。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。お、あ、便利。これでマップ出るんだ。赤い方向に進んでいけばいいわけだよね。わあ、すごいな。この空気感よね。お、あ、これでこういう場所ってこっち行ったりすると宝箱があったりするんじゃないの。お、ちょ、危ねえ、あ、なるほど。ジャンプからの斬撃。あ、いや、難しいな。二段ジャンプからの斬撃。いや、違うな。あれ、どうやんだ。あれ、ロック、ちょ、待って。操作が、ロックオンしておきつつ、こうね。なるほどね。アイテム。ちょっと、まずは本当操作に慣れないと、パニクっちゃうな。でもこの世界観っていうか、あ、アイテム、おい足で蹴って宝箱開けたよ。今のいいな。あ、ここ上に登っていくんだ。面白い。これ、おっと、うわー、嘘だろ、マジ。うわー、今のやられたな。吹き飛ばしか。ちょっと今のは悔しい。お前も落ちんのかよお前もういいや、あいつはほっとこう。うちでいいのかな。それっぽい広い場所に来たぞ。ちょい。あ、アイテムだ。 BGM もほんとかっこいいな。なんかあの曲みたい。なんか雰囲気が、なんだっけ、あの人広角とかの人、なんだっけ、名前忘れちゃった。ロックして、そうだよな、飛んでる敵はとにかく撃ちまくろう。あ、でこいつが強い。これ今のが大技、 L1 か。 L1 で大技ロックしてこうか。よし。あ、食らっちゃった。あれ、まだいんのか。ちょっと待って、アイテム取れたら、アイテムあ、やべ、くらやべやべ、ほら、あ、こっちにもいる。え、やばい、めっちゃくらった。この弾幕攻撃嫌ね。よし、よし、うわー、いやー、ちょっと下手っぴだな。
下手っぴだけど、まあ初見プレイなんで許してください、いろいろと。どっちから来たんだっけ、どっちだ、こっちか、ん違うな、赤いのがこっちにあるから。いやー BGM かっこいい、これほんと。ん、あ違う、逆だ、反対だ、こっちから来たから、ここをまっすぐでいいのかな、こう無線だ。僕嬉しいです。何か、僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。天然ゴム、すみません、感情を酸はつけなくて、え、私の名前に継承は必要ない呼び捨てでいいと。わかりました、トゥービー、トゥービー。でももっと機械的な感じで喋るのかと思ってた。ボイス自体俺初めて聞いたよ、トゥービーの本当キャラデザしか知らなかったから。そうそう、それこそね、コスモス的な機械的な喋りなのかなって思ってた。意外とそういう意味では感情出して、はい、よし、なんだ、おい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 、ちょちょ、あー、アイテム取ってる隙にやられてしまった。よし、いやー難しいなー、結構ほんと画面が横スクロールっぽくなったり、ほんとジャンルにとらわれないゲームですねこれね。結構どこ見たらいいのか、情報量が多くて今のとこちょっと結構困惑してる。あと世界観が全然わかんねえあ、ん？あ、宝箱が、ほら二段ジャンプ、あ、回復薬だ、うわっと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 いと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 いちょ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 い、こいつこいつを、よいしょ、撃ちまくれ。いや近い時は、近い時は近接、あ、離れてたら遠距離、その感覚はもっとちゃんと覚えた方がいいだろうな。これどっち進んでんだ、ここと、ここ、あ、ここさっき来て、あー、なるほど、ぐるっと回ってきたのか、そんでさ向こうの宝箱取ってこっちか。おお、たた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 、うわー、めっちゃいるめっちゃいる、あー、あるわあるわ、えー、ちょい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 、どうってどう、あおお、撃ちまくれ、よし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 。いやーでも楽しい、これアクションが本当。え、この上のアイテムどうやって取んの、普通に普通に、まるで、あれあれ、え、この上のアイテムどうやって取んだこれ、え、解析、このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。うーん、じゃあこれはまだ取れないのかな、まあいいか。この廃墟、ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、人類、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。中世界観だ。というかここはまあ地球なわけだね、おそらく異世界って感じでもなさそう。おっとっと、やべやべやべ、ちょ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 、やばいな、結構連打で食らっちゃうことがあるな。あ、アイテム、お金、お金どこで使うんだろう。あ、これ、うわー、またいっぱい撃ちまくれ、うわー
やばい。あー、この弾は冷静に避けるしかないな。うっ、やばい。あー、やばい。え、結構食らっちゃってんな。やばいやばい、避けづらい。あ、それかな、本当。そっか、斬撃でぶっ壊すっていう感じ。うわー、っとっと、なんだよなんだよ。あ、でも回復薬自動で使ってんな、やっぱり。あー、アングルが見づらい、遠い遠い遠い。あ、倒した。おお、んで、どっち、あ、下。おー、っと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 、危ねえ危ねえ。だからこれ結局ガードがないから回避が相当大事。ここ、このタイミング、今の。よし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 、アイテム。今はアクセスできない、今はアクセスできない。なんだろう、後々なんかある場所なのか。ってことはこっちではないんじゃないのか。あ、いや、でも、ほうほうほう、ここに橋ができて、あ、いや、ここは一番最初に通った道だよね、多分ね。ここからぐーって入ってって、この中入ってったんじゃなかったっけ。なるほど、ここにショートカットができたってことか。なるほどね。よいしょ。ジャンプしての、おっとっとっと、ジャンプしての回避が早いですね、移動が。ブロック43から30分、機材移動中。おっとっと、敵がいた。作業管制は25番速度。何、旧世界のデータを使って。わわわわわ、適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。機械生命体、ちょっとほんとね、敵倒すのにいっぱいいっぱいでなかなか会話が入ってこない。あー、またなんか来るな、これは。うわー、めっちゃ来た。めっちゃ来た。なんだこれ。ここは近接でガンガン剣で切りまくろう。よいしょよいしょ、ほらほら。よかった。どうよ、まあ、こっちからも。どういうこっちゃ。これ半端じゃないな、すごいな、これなんだこれ。いや、でもこの三角の斬撃が大振りだけど、まあ強い。この辺の敵相手には結構、よし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 、いいんじゃない。倒した。なんかアイテムがいっぱい落ちてる。ほいほいほい、なるほどね。おお、すげえ、こんな上にもいける。へえ、いやー、これはスタイリッシュアクションだわ。ちょっとデビルメイクライみたい、かっこいいね。おっ、あー、弾が来てる、弾が来てる。おー、撃ちまくる。よし、お金。いやー、すげーアングル。おおおお、じゃないな。解析。あ、そうだよね、やっぱりね。プロテクトされているため、プロテクトされている。
じゃあこっち行って道がわからん。うわー、いっぱい来た。近接攻撃を推奨。あ、近接攻撃推奨。よし、斬撃だ。あぶね、結構食らってる。あ、やばい、食らってる。なるほど、ジャンプ。そうだな、ジャンプ、ジャンプって回避になるのか。あれなんだなんだ、大丈夫か大丈夫か。あ、なんかでっかいの来た。これ縦、あ、縦壊せんのか。あぶね。おお、あぶねえ。危ない。やばい、結構がっつり食らいまくっちゃってる。回復アイテムなくなっちゃうよ。危ない。よしよし、強え、こいつ強え。うっなあ、まだ来るこれ半端じゃないな、本当にすごいな。よいしょ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 。アイテムがアイテムは取っていく。頑張って、アイテムは多分これ向こう側にも、向こう側にはいるよね。いる、いっぱいいる。よしよし。うわ、まだ来るか。うわうわ、えげつね。よしよし、まだ向こうに、向こうに、向こうにいるよね。よし、全部倒した。アイテム、お、あ、こういう剣なんだ。かっこいい、かわいいかっこよさとかわいさのこの両立、両刀すごいな。絵になるな、絵になるな。これ別にパンチラショットを狙ってるわけじゃないよいやでもなんかチラチラ見え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 、いやいやいかんいかん、 いかん、そういうゲームじゃない。いやでもね、そういうゲームではないけど正しい遊び方だとは思う多くのプレイヤーがね、おパンツのぞこうと頑張ったと思うよ。一通り工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね、うん、BGM がたぎるわ。あれ止まっちゃった。戦闘エリアは出た感じかな。いやこれ 2B いいな本当に。あれはこの宝箱の開け方よ。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。あ、本当だ、なんか植物、木があったり、このビル、やっぱ地球なんだろうな、ここはもともと地球だった場所。ちょっと待って、ほらほら、この足でガンって蹴る宝箱の開け方、これめっちゃ好き。ちょっといろんな場所早く行ってみたい。お、アイテムや。グラフィック綺麗だな。あ、こっちにも。この鉄鋼とか何に使うんだ。回復薬大。あ、こっちにも水晶。
何に使うんだろう。素材かな。なんかを作っていけるわけ。あ、でも多分ここをまっすぐ行ったらもうゴールかな。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、うん、移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。 2B のこの背中が開いてるのもセクシーだわ。おっぱいがでけえな。あれ、これボス戦じゃねえのか。おお、またお前か。ボス戦だ。わかんない、どこにいる。あれ、どこに行った、どこ行った。おわっと、危ない、びっくりした。おお、ちょいちょい。あ、こっち行けないのか、こっちは。あれ、もう一個いいんじゃないの。あ、そうだよね、2体か。じゃあこれは遠距離からマシンガン攻撃が有効じゃないの。うわっと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 。危ねえ危ねえ。あ、でも下に来てる今は近距離なったんちゃいちゃい。あれ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 、やばいやばい、死んじゃう。あ、死んだ。マジかよマジかよ、やられた。あのボス強。なんか自動に回復してくれるからってちょっと油断してたわ。しまった、ゲームオーバーだ。しまった、ヘッポコだった。ヘッポコアンドロイドになっちゃった。ヨルハ部隊は壊滅。こうして地球はロボットたちの楽園と化していった。おお、すげえ、何、スタッフロール出んの。スタッフロール出たよ。でもちょっと待って、セーブしてないよ。セーブしてない状態で、これどっから、もしかして頭からかな。いやー、マジか。なるほどね、これは結構大変。ロードどっからになる。エンディング W、なんか草生やされてるみたいな感じ。ゲームオーバー草みたいな。40分プレイして最初からかな、もしかして。ゲームスタート。せめてボス戦前からならない。いや、セーブしてないんだよな。全ての存在というか、できなかった。うわ、最初からだ。マジか。生徒うわー、これなかなか鬼畜ゲームだな。囚われ続けている。ニーヤオートマタ。いや、でもいいや、じゃあちょっともう一回頭からやってみよう。さすがに動画的には編集してカットしようかな。ちょっとでももう一回アクションのコントローラー、カーソルをちょっと改めて確認しながら、もうちょっと操作に慣れながら進めていこうかと思います。よし、ちょっとじゃあさっきの場所に行くまで早送りしちゃいたいと思います。さて、このエリアまで進んできました。いや、ほんとね、ちょっと慣れてくると、まだ全然だけど、ちょっと操作に慣れてくるとめちゃくちゃ面白い。すごい爽快なバッサリ感、スタイリッシュだしな。あとはここのボス戦だよな。回復アイテムをね、ほとんど使ってないんで、十何個とかまだ残ってるんで、今回は回復を怠らないようにしつつ、あとやっぱ回避、避けるのがめちゃくちゃ大事だなっていうことをちょっと学びましたね。よし、とりあえずどうすっか。これはもうだから、あ、こっち行けねえや。そうそう、なんかね、このうまい具合に回避すると残像みたいな、キョコピョンみたいな、キョコピョンをしてくれるんですよ。やばい、これが怖い。終わった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 。
ここか、ここか、あったあったあった、やばい、アイテム使うか、アイテムを、ああちょ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 、そうね、ちょっと自動で使ってくれるかもしんないけど、仲介服でも使っておくか。そうね、仲介、あ、ついでに物理ダメージ減少、物理攻撃アップ小、こんなも使っとくか、こいつ強敵だもんな。この辺を一気に使って攻めよう、一気に、ほらー、レーザー撃つか、うわった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 、いやいやいや、怖い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 、避けれ避けれ避けれてんのか、避けれてんのか、でもやっぱ結局強いのがね、物理攻撃なんよね、物理当てたいんだけど、よし今のうち、よし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 、いい感じいい感じいい感じ、いいんじゃない、さっきよりはちょっとうまく慣れてるんじゃないかな、怖い怖い、引かれる引かれる、アイテム使っとくか、回復しとくか、あーそうだな、まだ、あー、よしちょっと回復しておこう、小回復、ちょっとね、いつ自動で使ってくれるのかが分かんない、小回復が11個もあるから使っておこう、わーっとっとっと、引かれた引かれた、とにかく打ちまくりつつの、なんだこれおい、あ、今、あ、今チャンスじゃないの、チャンスじゃないの、あ、ムービーか、あれはなんだなんだ、目標超大型兵器発見、あ、でもなんとか倒したん、倒してないなやべえ、めっちゃでけえのになった、かっこいい、なにこいつ、工場ロボットみたいな、うわめっちゃかっこいい、やべ、これこそ本当のボス戦だな、うわーいっぱい来たー、うわちゃ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 、ここでマジかー、今ので今ので食らって、だからあの出してくるミサイルみたいなあの丸いやつ、あのダメージがえぐいのか、マジか、これノーマルの難易度めっちゃむずいっていうところあるね。で、スタッフロールで終わっちゃう。うわぁ、マジかぁ。第二形態ありかぁ。いや、これ途中でセーブさせてくれよ、マジで。いや、これ難しいっすよ。あの第二形態、あそこはかなり厄介そうですね。めげない、しょげない、泣いちゃダメ。まだまだ頑張っていこう。さあ、三度やってきました。ここですよね。その回復アイテムはまだかなり残ってます。ちょっと遠いですが。なので、やっぱ回復を、どんどん使っていこう。いや、もうこれラスボスですよ、間違いなく。最強の敵ですよ。最強の敵が。いやー、アイテム出し惜しみせずに。どんどん使っていこう。でもさすがにビジュアル的にもこの第二形態になったらこの一面のボスって感じだと思うんだよね。まあまずはこのアームに、アームにやられないように、打ちまくれ、あ、危ない、よし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 、レーザー撃つか、よし、とにかく、あーこれがね、これが避けづらい、ちょい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 、回避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 、
どうなってんのどうなってんのどうなってんのこれちょどうなってんのどうなってんの。あ、歯車に巻き込まれつつ、このね、回避連打が結構有効。あ、今近接、あーダメだ、上行っちゃった。今近接いけたな。レーザー、危ない怖い。あ、今のうちあ、ダメだ間に合わない。ひたすらマシンガンだ。でもやっぱ避けながらマシンガン、ちょい、あ、食らってる。あ、ここだ、よし、入った、近接入った、よし。で、半分ぐらい削るとムービーになると思うんで、あ、入った、第二形態、よし、すごい。回復アイテム1個も使わず第二形態。いや、でもこっからだよな、さっきいきなり死んじゃったもんな。超大型兵器発見。近年やったゲームで一番難しいような気がするんだけど、これ本当に。いやー、この第二形態どういう感じ。とりあえずあの弾丸が、弾幕が来るから避けまくりながら回復が、まあ、とんでもねえのが来たな、これ。おい、すげえな。頑張ります。とりあえずちょっと距離取りたい、距離。おお、あった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 、おうおうおう、打ちまくりつつ、これが怖い、これが、いや、これとりあえず避けまくったけど、どうだろう。いや、でも全然ね、マシンガンダメージ入ってない。うわ、これ無理だろ、危ねえ。レーザーいくか、レーザー、よし、あった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 、うわいや、これ長期戦になりそうっすね、本当に。こんなどこ見てないいんだ、これ。イクラみたいだね。よいしょ、かあ、しまった、食らってしまった。おーっと、あー、びっくりした、ゲームオーバーになっちゃった、った。お、誰だっけお前名前忘れちゃった。ナイエス、状況は、これが目標の超大型兵器。お、破壊する、一緒に戦ってくれる、援護します、ありがとう。ちょっとでも回復使っときたい。よし、ここでじゃあちょっと回復、そうだな、中回復でも使っておくか。よし、避けまくろう。レーザー、あ、あれ、あ、下行っちゃった、下行っちゃった、下方向からの攻撃、退避、いやー、何、どっからと、うわいやー、ド派手だな、本当、演出すげえ。いや、本当ラスボスだよ、これマジで。うわ、やばい気がする。あ、でも腕来たから、ここか、ここで近接か、多分そうだな。あ、また下から、うわー、怖い、下からドーン来て、ドーン来て腕くんじゃない、腕が来た、ここ、よし入った、近接入った。やっぱ剣のダメージ強いね。よし、一気に削れたぞ。ハッキング開始します。え、ハッキング、なんか強いことやってくれてる。あ、めっちゃ強い、ミサイル攻撃。お、倒した、いや、まだだ。ブースター、
おお、助けてくれた。ナインエス。ナインエスいい子だね。あーでもロボットも倒した。なんとかボス撃破。ナインエス。ナインエスのブラックボックス反応検知。通信応答なし。え、ブラックボックス死んじゃったんじゃないの？いやーこいつ怖かった。よし、なんとかなんとか倒したのか。どういけばいいのこれ。こっちじゃないな。え、まさかこのロボットに登っていくとか。あ、いや違う、このん？見え、おパンツが、おパンツ的なもの、おパンティ的なものが、見え、チラッチラ見れるんだよね。あれ、でもこれ本当どこ行けばいいのかわかんないな。どっち？あ、こういうこと？生きてんのかい？おい、動き出したよ。危ないんじゃない？司令部への応援要請。なった、雑魚敵が。う、見えない、なんか、なんだ、アングルが。ほら、よし、ほんと曲がいいよな。おー、レベル4になった。ほんと道中もね、このザク敵戦が全然苦じゃなかった。かっこいい。ほんとに。あ、はしごか。よいしょ。ん、あ、あれ、はしごが、あれ、どうやっていくの。あれ、ちょっと待ってね。お、こういうことか。かっこいいな、いちいちアクションが。いやー、セクシーだわ。うわ、ナインエスボロボロ。大丈夫か。うわー、とその前に貴様の、ここで死ぬわけにはいかない。せめてセーブしてから死にたい。よいしょ。ナインエスを、うん、今修復する。もっと止血ジェルとロンリーウイルスワクチン。それと、でもがっつり感情はあるよね。うるさい、いいから出して。トゥビー、言って、黙って。え、こんな修行キャラっぽい子がいきなり死んじゃうのこれ。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。空飛んでたやつ。分かった。マジかよ 9S。お前のことは忘れはしない。ナインエスの屍を越えていけ。ここからまたまさかのシューティングだ。マジか、これすごいな。わっと、ほんとジャンルにとらわれない。すごすぎる。よいしょ。殺す言われてる。近寄りすぎるのも危険だな。機械生命体にそんな知性が。うん、トゥビー、敵機体の脆弱性を発見しました。生きとったんか。
援護のためにハッキングします。お、腕やった。敵機体の上腕部の上腕部コントロールのポットを使って制御を取れるはず。なんて、いいから黙って。上腕部ここじゃねえ。おお、いや、何敵機体の上腕部のコントロール脱出完了。弱点部分をマークしました。了解。いや、ほんと一面の演出じゃないよ。ラスボスの演出と敵だよこれ。うわすげえ、何これ。かっこいい。すげえ、これを使えるんだ。なるほど、ハッキングしたからめっちゃ強いし。おお。わあ、これは燃えるわ。壊れろ。かっこいい。トゥービーいいな、やっぱり。あ、すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。まだ生きてんの。え、めっちゃいっぱいいる。うわ、絶望や。メタルクーラーがいっぱい出てきた時みたいな絶望。どうすんのこれ。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。ブラックボックス。分かった。神聖。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。撤退を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて。でした。いや、マジでクライマックスだなこれ。私もだ。え、自爆。え、なんちゅう展開。いやすごいな。でも今のが一面って感じ。うわ、超展開すぎる。で、かわいい。エロかわいい。ん？あ、動かせる。なんだここ。セーブ可能。ほうほうほう。ここでセーブ可能か。じゃあ、セーブして、セーブしておいて、この後 9S と再会ができる。いやー、大波乱の第一ステージって感じだったのかな。まだまだちょっとわからないことだらけなんだけど、ただ一つわかるのは、とにかく 2B が可愛い。そしてエロい。あとやっぱこのスタイリッシュな戦闘、これすごいなぁ。うん、操作しててすごい楽しい。はい、こんな感じでですね、ちょくちょくニーヤオートマタプレイしていこうと思います。それでは今回はこの辺までで、ご視聴いただきましてありがとうございました。